皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。初めての花本4本目の動画でございます。でもぶっちゃけ前回までのこの3本目までの動画の中で私が今回言いたかったことは全て言ってしまっているので、そこでね、あ、もうこれでいいや、満足してあとは練習しようみたいな感じの方はそれで全然良いかと思います。もうちょっと知りたいぞという方はですね、ぜひこの4本目の動画もお付き合いいただけたら嬉しいところなんですが、まあ、8ビートとね、16ビートで世の中の楽曲の4割、6割、7割はね、叩けるよっていう話をさせていただきました。じゃあこの残りの3割、4割ってどうなのよと思うんですが、この4本目の動画はこの残りの、このビートは何があるのかっていう話をさせていただこうかなと思っております。しかし、このね、残りのビートってね、実はね、むちゃくちゃ多種にわたるんで、もうね、こんなね、一本の動画の中で全てを網羅することはね、もう不可能に近いところなんですよ。本当もうね、リズムってむちゃくちゃいろんなものがあるので、本当にこの民族音楽とかさ、なんかこの変拍子とかまで深くいくとすると、ほぼ無限に存在するんですよ。なんかそういったものを全部網羅していこうとすると、この動画4時間、5時間ぐらいになってしまうんで、それはちょっと辛いと。けどもね、この中でもですね、この例外の歌詞の中でも、まあ、とりわけまたね、よく使われる、まあ、また6割、7割はこれでしょうっていうね、そういったものがあるので、そのビートを、紹介させていただこうかなと思っております。そのビートはですね、2種類あります。この4本目の動画で扱うビートは2種類でございます。それぞれね、このね、8ビートと16ビートのね、派生っていう感覚なんだけども、この8ビートの派生のリズムをシャッフル。16ビートの派生をバウンスっていう言い方をします。ちょっとそれぞれ叩いてみるとこんな感じ。8ビート、普通の8ビートはこれですよね。1本目の動画で言ったやつ。1、2、1、1、2、1、1、2、1。で、これがバウンス、シャッフルになるとどう変わるかっていうと、この1、2、1、1、2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 、1、
トゥットニットニットサットイットニットイット1 and 2 and 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 1。 どんな曲に使われているかというと、まあ有名なところでいくとすると散歩、パカパカパ、歩こう、はい、歩こう、はい、私は元気、俺も歩くの大好き、俺もどんどん行こう、パカパカパ、坂道、トンネル、こんな感じになるわけなんですけども、まあ、もし仮にこれがね、シャッフルじゃなくて、まあ元の基本のビートのことをイーブンって言い方するんですけども、8のイーブンだったらば、歩こう、歩こう、私は元気、俺も歩くの大好き、俺もどんどん行こう、坂道、トンネル、トンネル、草パラーってなっちゃうんですけども、なんか若干違うじゃないですか。あんなこといいなできたらいいな、なんですけども、あんなこといいなできたらいいな、こんなことそんなこといっぱいあるけどっていうとちょっと違うじゃないですか。あんなこといいなできたらいいな、なわけですよ。あんなこといいなできたらいいな、ではなく、オーシャンゼリーゼ、オーシャンゼリーゼなわけですよ。オーシャンゼリーゼ、オーシャンゼリーゼ、オーシャンゼリーゼ、これじゃないわけですよ。なんか違いわかるでしょ。これがね、そのね、シャッフルのね、羽感、このウキウキワクワク感なわけでございます。どうやってやるか、ちょっと一緒にやってみましょう。右手の叩くタイミングというかね、右手は全く変わんないんですよ。この左手のゴーストが真ん中に小さいツが入ることによって、ちょっとね、タイミングがね、後ろになるんだ。これが、もっともっとホットもっとホットもっと、ご一緒に、ホットもっと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 、声に出して一緒にこう言うとね、やりやすいです。ホットもっと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 、リュックサック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 、吸ったもんだ吸ったもんだ吸ったもんだ、あっちこっちそっちそっち、あっちこっちそっちどっち、あっちこっちそっちどっち、こっちこっちそっちどっち、こんな感じでございます。これが失敗すると、ほともとほともとほともと、リュクサクリュクサク、あちこちどちそち、あちこちそちどち、あち、
あっちこっちそっちこっちハッチこっちグッチサッチグッチガッハッチハッチグッチ、そんな感じでございます。ハッチそっちグッチグッチグッチ言うぞ的な感じのね、そんなわけでございます。ガッツ一松なわけですよね。ガツ一松じゃなくてガッツ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 ではないんですよ。左手がちょっとこのタイミングが後ろに来ると、これ慣れないとねすごくやりづらいんですけども、言葉に出しながらホットモットホットモット吸ったもんだ吸ったもんだリュックサックリュックサックあーだこうだあーだこうだ、行くよ来るよ行くよ来るよみたいな感じですね、やっていくとすごくわかりやすく、叩けるんじゃないかななんて思ったりとか、します。でもう一個が16ボンプの、16ビットの派生なんだけども、これはねバウンスって言うんですよ。でバウンスに関してもね、もう全く同じような考え方で、右手はね変わんないんだ。1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2で、普通の16は1 and 2 and 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 1だったんだけども、これはね1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2一緒にやってみましょうか。ホットモットパッともっとホットモットパッともっとボットモットホットモットボットモットハットモットドットモットハットモットホ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 ットモット。ホットモットホットモット。具体的にどんな曲があるかっていうと、スピッツのチェリー。君を忘れない曲がりくねった道を行く生まれたての太陽と愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ、ささやなわけですよね。これが普通のイーブンの16だと、愛してるの響きだけで、なんかちょっと違いますよね、なんかノリが。他にもそうですね、ドラッパンパンマンシャルの匂いで飛んじゃって大変さ、毎晩絶頂に出しているだけ、ラット一つを商売毒にしているのさ。これはね、椎名林檎さんのソロの時は、バウンスでしたけどね、東京事変のね、イーブンのアレンジもあるんですよね。ダラン、ダタクラブ、マーシャルの匂いで飛んじゃって、変さで、マイバウンティングで、パッパッツカッコッパッパッスケパンパンパッ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 シュケパン。まあこんな感じでね、このイーブンの16とシャッフル、じゃねえ、バウンスの16っていうのがあるわけなんですけども、同じように、両方ともですね、左手のこのタイミングが変わってくるというような、ビートでございます。これね、慣れないってすげえ難しいと思います。けれども、心のスイッチが入るとですね、一気に楽しくなるし、一気にできるようになるので、ぜひそれまで、ホットモット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 、ホットって感じで練習してみてくださいませ。で、一回、このね、バウンス、シャッフルが身につくと、普通の8ビート、16ビートが叩けないっていう現象が起きます。全部跳ねちゃうっていう。元の状態をそのイーブンって言い方するんですよ。で、イーブンに慣れて、練習して、その次このバウンスとかシャッフルとか練習するじゃないですか。そうするとね、もう全部バウンス、シャッフルになっちゃってね、もうイーブンに戻れないっていう、時が来るんですが、それを乗り越えると、さらにこうね、練習すると、イーブンも、バウンス、シャッフルもね、上手にこう使いこなせるというところまでいけるので、そこまでちょっと頑張ってやっていただけたら嬉しいなというところでございます。はい。いやー、これはややこしいところなんですよ、ほんとに。ややこしいところなんですよ、ほんとね。で、まあ、3番目の動画でやった、その曲にこう、
聞いてそのどのリズムを当てはめるかの判別うんたらかんたらって話をさせていただいたじゃないですか。それもね全く同じような感じでとりあえず箱を取ってみて、マーシャのにおいで飛んじゃって台湾ツーワントテコディンタンしているだ悪くないロータラの悪くないでも跳ねこんな感じでね、シャッフルで弾いたり、バウンスで弾いたりとかすると、より一層しっくりくるときだったりとかするので、それが正解になることが、多いのかなというところでございます。で、さらに例外はね、いっぱいあるんだ、これ。例えば、今までやってきた曲ってさ、4分の4拍子っていうさ、この、1、2、3、4、1、2、3、4でやってる曲ばっかりだったんだ。そうね。さよならから1 and 2 and 決まることが1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 3 and あるんだよ1 and 2 and 4のことは1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2こんな感じでけれどもね曲によってはですねパパンパランパンパランパンパラペピン3拍子だったりとか5拍子だったりとか、そういう変拍子とは言わないんだけどね3拍子4拍子5拍子ぐらいだったら変拍子はあんま言わないんだけどねそれは拍子が違うっていう可能性もあるし3拍子、アベの地ハレリアみたいなパパパンパピンパンパパンパンパパンパリパパンみたいなこれだとねもう全部太刀打ちできない全部もう合わないし5拍子になっても全部合わない。で、他にもですね、まぁ、あ、ちょっとこう、あんまりポップスでは使わないんだけどね、ボサノバのリズム。とかね、ボサノバとか、まあ、タンゴとかルンバとか、そういったこの、また、この民族音楽系のリズムもあったりとかするんだけども、そういうのにね、足を突っ込んだりとかすると、どのリズムも全部合わない。ので、ちょっとリズムを覚え直すことになるんですけども、まあ正直なところ、普通に一般的な私たちが日本で聴くような、ポップスとかにおいてはそういうリズムってあんま使われないので、まあ普通の8と16、そしてバウンスとシャッフル、この4つをね、押さえておけば、まあまあまあ8割9割はカバーできるんじゃないかなって思ったりとかします。なので、とりあえず、今回の動画に関してはその4つのリズムができたら OK! みたいな感じにさせていただこうと思うんですけども、いかがでしょうか。まあ、もしね、ちょっと続きを作るかもしれないので、皆様の中にですね、そのいろんな曲にチャレンジをしている中でですね、なかなかこの4つのリズムの中にはなさそうだということがありましたら、コメントにですね、誰々さんのあの曲って結局どんなリズムなんですかみたいなことを書き込んでいただけたらすごく嬉しい限りでございます。その曲を聴いてみてね、リズムがすごく面白ければ、ちょっとこう動画の中で取り上げようかなと思いますし、まあ、もしかしてその答えが、この4つの中にあるかもしれないので、それは何番のリズムですとか、まあその辺をね、この助け合ったりとかできたらいいなと思うので、もし疑問に思うことがあったら、この曲のリズムって何なのみたいなことがありましたら、ぜひバシバシコメントいただけたら嬉しい限りでございます。よろしくお願いします。じゃあそんな感じで、今回の動画、一連の動画全部見たら結構長い動画になったと思うんですけども、いかがだったでしょうか。何度も申しますようにですね、カホンはすごくこの敷居が低いというか、とてつもなくとっつきやすく、アンサンブルとかセッションとかにですね、混ざりやすい楽器でございます。で、そういったね、人と合わせるアンサンブルをやってみるとですね、またより一層音楽の楽しさっていうんですかね、まあ、そういったものが感じられると思うんですよ。一人でコツコツね、その趣味に邁進するのは別にいいんですけれども、もちろん大いに結構なんですけども、やっぱりこう人と合わせるっていうのはですね、また別の次元の楽しみがあると。でそういったものはですね、一回体験するとなかなかハマるもんなんで、なかなかいいもんなんで、ぜひともですね、皆さんも体験していただけたらなと思っております次第でございます。よろしくお願いします。なんで、まあ他にもですね、いろいろとわかんないこと、気になること、質問その他もろもろありましたら、ぜひ概要欄の方から、下の方からそのコメントいただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。そんな感じで今回の動画を終わりにさせていただきましょう。お疲れ様でした。あとは、頑張れ。私もちょっと
なんか眠くなってきたって感じはちょっとありますね。この動画が終わったら、少し。寝ちゃおうかな。今日昼寝してないしな。私すごい昼寝するんですよ。昼寝するんですよって。子供じゃないんだからって感じですけどね。なんかね、お昼に5分、10分寝ないとね、ダメなんだな。朝早いからね。まあ早いって言っても7時とかだけど。6時とか7時とかだけど。ね、6時、7時にね、起きて、あれこれあれこれして。なんかね、昼過ぎに1回来るんですよね。あーってのが。で、だいたいいつもね、10時とか11時とかに寝てるんですけども、寝すぎじゃねえって感じですけどね、寝なきゃダメなんですよ。全然ダメなんです。でもそれでもね、やっぱ昼過ぎにですね、5分10分とかね、昼寝もしないとね、頭がぼーっとしちゃうんだな。なんかこの集中できないというか、すごいこの作業がですね、非効率的なんですよ。なんか本当にこの、コップ一つにこの水をバーって汲めばいいんだけど、なんかこの、コップにこの水をなんか満たすためになんかこの手で組んでこう、なんかあれたまんねえなとかやってみたりとかですね。なんか違うカップからこうやってみたりとかしてですね。別にこのまま組めばいいじゃないかって話なんですけどね。なんか違うことをして、あ、しまった、この汚れてしまったみたいな感じでこれを洗ったりとかしてる間にまた時間かかってみたいな。あれなんかいっぱいならねえなっていう。やってしまいがちなんですよね。そんな感じの気分なんで、この撮影が終わったら寝ます。まあ知らねえよって話ですよね。寝ろよって話ですよね。すいません。その通りです。ほら。水汲めないでしょ終わればいいのにっていうね。そう、終わればいいんですよ。そう。終わればね、この動画、お疲れ様でしたって言って、こう、別に終われば、水汲みが成功するわけですよ。それ水汲まずにですね、あ、この水どうしようかな、みたいな感じで、やってるからですね、眠くなるんですわ。そんな感じ。最後にお知らせ。私、竹沢勝成、神奈川県相模原というところで、レッスンなどさせていただいております。基本的にはギターレッスンって目打ってるんですけども、カホンであろうが、ピアノであろうが、作曲理論であろうが、動画の編集であろうが、ミックスであろうが、レコーディングであろうが、チャーハンであろうが、オムライスであろうが、鶏胸肉のネギ塩蒸し鶏でもいいですし、チャーハンでもいいですし、スープでもいいですし、ハンバーグでもいいですし、私が知ってる内容でしたら何でも教えてあげるよっていう、そんな感じのレッスンをしてます。もしよければ、相模原に来れそうな方がいらっしゃったら、ご検討いただけたら幸いでございます。概要欄の中からぜひレッスンページとかチェックしていただいてやっていただけたら嬉しいところでございます。よろしくお願いします。スカイプもやってるので神奈川県が遠くても大丈夫です。よろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。あとは頑張ってくださいませ。さようなら。